バカに限って欲しいものなんかいくらでもありますよお金が必要じゃないですかって言うんで、バカが言う欲しいものなんかいくらでもあるっていうのは自分が嫁もしない賢そうな本とか立派な本とかでかい本を買って図書館を作るのと同じで嫁もしない本をいっぱい買って図書館を作るってことが賢いってことじゃないと、ろくに使いもしない、使いこなせもしない、着こなせもしないようなものを山ほど買って家の中をぎっしりすることが豊かではないし、だんだんしんどくなってきたんだけども、年収いくらあれば幸せ ああある程度ないと幸せにはなれないんだろうなあの自分がんだろう養いたい人がちゃんと美味しくご飯が食べれて学校に行けるっていうのは最低条件だと思うよ。一千万、四百、百。七うん五百じゃないのかな五百、四百なんじゃないのかな。 確かに扶養家族の数によるだろうけども、1000万あるとそれは豊かであって幸せとは関係ないような気がするな。じゃあ300だったら幸せになれないのかっていうと、300とか200の幸せは工夫が必要だと思うよね。例えば一緒に住んでる人もこれぐらいで幸せだよって言ってくれる人だったら、多分170万でも年収170万でも幸せなんだけどね。例えばあの欲しいものが買えたら幸せ、買えなかったら不幸って考え方あるじゃん。 私はなんか欲しいものがパッと思ったものが買えない。だから不幸せなんだとか。すごく高い時計とか。すごく高いカバンとかすごく高い服とか。すごく高い自動車とかあるよね。欲しいと思ったものがパッと買える。それが幸せっていう人がいるんだけど、俺よくわかんなくてさ。なんかそんなに。好きになれないんだよな。だって。1000万するものは1000万円分好きでないと。俺やっぱり手を出す気にならない。俺よく例に出すのがお寿司なんだけども。 世の中には500円の寿司もあれば1回1,000円の寿司もあれば2,000円の寿司もあれば8,000円の寿司もあれば1枚の寿司もあるじゃん。で僕は8,000円の寿司までしか食ったことがないんだよ一人前。でそれ以上になると未経験なんだけどもんでかっていうと寿司というものに対して自分が熱意を持って出せるお金の上限って8,000円なんだよな。それ以上はなんかバカらしくて出す気にならない。でもし金持ちになって何ぼでも金使えるようになったからといって。 それに一万円とか五万円とか十万円出すのは自分が好きかっていう尺度じゃなくて、俺はいくら持っているからいくら使えるという尺度に振り回されているような気がするんだよね。好きな人へのプレゼントですごくいいものを見つけたでも五百円だこれじゃあ買えないよじゃああとなんか二千円分なんか探そうというな発想になってきちゃう。で最近さ俺あの幸せだったのはさこれ買ったんだけどさこれあのキャスキッドソンっていうブランドなのかな。 そこのブランドが作ってる多分子供向けのカバンだと思うんだけどさ、こう、宇宙柄なんだよ。ちっちゃいんだけど、中が真っ赤になっててさ。で、えー、まあ、リュックサックみたいにも使えるんだけども、手でも下げれる。で、これなんで買ったのかっていうと、僕が持ってる MacBook Air の11インチが入るんだよね。で、あといつも持ち歩いてる A4 版のノートが入るからなんだ。A4 ファイルとしても使えて、この、 50年代風のロケットとか宇宙の絵柄が入ってカバンで,でブランドもんだからさそこそこデザインも綺麗なんだよねあのなんかもしっかりしてるとこれはなんか幸せだなと思ったんだけどもやっぱこれ子供向けのカバンだからさ7,000円か8,000円ぐらいしかしないんだよ買った時にめっちゃ幸せでさ僕的にはなんかそういうので割と十分幸せな感じってのしちゃう,ん、大うけをすること。 は、宮崎駿にとって、あまり良い,いことじゃない。でも、その大儲受けをする罪悪感っていうのは、これは、所詮ゲームなんだからということで、この罪悪感を薄められて無効化して、しかし、現実的には、結果として、この世界では、お金を儲けた人は勝者、お金を奪われた人は敗者っていうふうに分類されると。で、この分類から、 逃れるっていうのはかなりの、ね、意志力かもしくはまあ鈍化になる力かそういうふうなものが必要なんだよ。ネット社会によって大勢の人に理解してもらえるものが正義になってしまったのでかつてその日本人はアメリカ人みたいに金持ちを尊敬するという文化を持ってなかったんだよね。どちらかというとクラスの中の金持ちっていうのはドラえもんでいうとこのスネ夫的なキャラであって主役にはあまりなれないタイプだったんだ。 でも、そのドラえもんが書か,かれた1960年代、70年代の頃からアメリカでは金持ちは問答無用で尊敬される。なんであんな変な文化があるんだと言ってたんだけども、いつの間か21世紀に入って僕らの日本の社会っていうのは、金持ちを尊敬するという文化が徐々に徐々にだけどスタンダードになりつつある。で、スポーツで勝った人を尊敬するのと同じように、 ちょっとずつね、この世、世界が変わってきちゃってると。勝間和代っていう評論家がいるんだけど、かつて勝間和代は、インデペンデントな生き方っていうのを提唱したんだ。その、インデペンデントな生き方っていう本では、経済的な独立で女性は自立できるというふうに語ってたと。で、社会はいつも理不尽に色々襲ってくる、縛ってくるんだけども、経済的な独立性さえ自分が持っていれば、自由を得ることができると。 つまり、まあ、お小遣いさえあれば、家から持ってくる弁当とか、あと学校で当てがわれる給食以外にパン屋に行ってパンが買えるよというぐらいの意味なんだけども、まずそれには経済的な独立性がないとどうにもならないよというふうに、勝間和也はもう15年、20年ぐらい前から語ってたと。でも、今言ったように、じゃあ自由に、お金を持って自由になることがいいことなのかって言ったら、独立とか自由が、 そういうふうにしなきゃならない。そんなふうにならなきゃダメだっていう義務になっちゃったら、お金なんか正直言っていくらあっても足りないんだよ。あの、バカに限って欲しいものなんかいくらでもありますよ。お金が必要じゃないですかっていううに言うんで、私はいくらでも思いつきますよって言ってんだけども、バカが言う欲しいものなんかいくらでもあるっていうのは、自分が読めもしない賢そうな本とか立派な本とかでかい本を買って図書館を作るのと同じで、 あの読めもしない本をいっぱい買って図書館を作るってことが賢いってことじゃないと同様にろくに使いもしない使いこなせもしない着こなせもしないようなものを山ほど買って家の中をぎっしりすることが豊かではないしだんだんしんどくなってきたんだけども作らないプラモデルを山のように <laughs> 並べていくことがまあいやこれは俺はオブジェとして好きだからって言ってるんだけどもまあそういうふうに考えるわけだよね。で お金っていうのは、今言ったようにね、いろんな側面があるなっていうふうに、面白がりさえすれば、お金っていうのは面白がりさえすれば、お金っていうのは怖くなくなるし、使いこなせると、自分自身の経験からして思います。あのね、俺自由さっていうのは、勝間和夫のように、経済的な自由っていうのの上に立ってるんじゃなくて、面白がることだと思うんだよね。面白がる以外の目標をあまり持たないようにすること、面白がる以外の価値観をあんまり持たないようにすることが、 実は、自由岡田さんはガイナックスにいた頃あそうですねはい、はい、ゼネプロをやっていた頃 <laughs>、えー、月収いくらぐらいありましたか都内で一人暮らしをしたいのですが毎月いくらぐらい稼げたら楽しく暮らせるのでしょうか ゼネプロ大阪で SF ショップというのをやった頃ですねそのあのまだ安野君とかが店、ね、員でバイトをしていてというような頃ですねそういう,ような頃時は僕は13万8,000円かな。13 8, でした一番最初に11万7,000円から始めて最終的に13万7,000円のところまで持っていきましたでガイナックスではですね17万までいったかな15万から始めて月収17万まで行きました最後の方のですねパソコンゲームでヒットした時代は。 えー、僕を含めて経営もう本当にあのアニメ業界っていうのはですねアニメ業界じゃないですっ、ね、てアニメやってたら多分月収15万17万ぐらいだと思うんですよ社長やってても。で他の会社の社長さん見ても月収でそんなね50万100万取ってる人って僕は見たことないですよねあの月給としては。で、えー、うちみたいにゲームもやりだしたら どうにかして、それぞれ儲かったお金っていうのをストックしておかなきゃいけないというふうなことで社長なり経営陣なりが個人資産として毎月毎月200万とか250万っていうのをもらっておいてでそれを貯めておいて次の作品の時に貸し出すみたいな形やってたんですけどもまあ質問にあるのはですね東京で1人暮らしをする時に毎月いくらぐらい稼げたら楽しく暮らせるでしょうかということですよね。で 一人暮らしだったら東京だったらですねで逆にギリギリで言うと月7万あればギリギリ暮らせるんじゃないのかな別に東京に限らずネットがあるんだからですね毎日米炊いて自分で味噌汁作って暮らせばいいと思うんでですねそんなにあの月収においてうん東京に暮らす快適さっていうのは変わんないですよ。それよりは 金なくても楽しい話ができる友達が何人いるのかの方が安上がりですね。例えば映画が好きで気が合う。友達が何人かいればそいつの家に行って、誰かが amazon プライムに入ってたら見放題の amazon ビデオを見てるだけで毎日毎日かなり楽しく過ごせるんですよ。でもそういう友達がいなかったらですね。 だろう映画を見るということがもう自然と映画館に行って映画を見るとかですねもしくはなんかスタイルビデオを借りるとか有料で物を借りるしか思いつかなくなってどどんどんどん,どんお金がかかるようになっていくんですね。だから一緒になんか無料なものを楽しめる人間関係があれば都会生活っていうのはすごく安く済むし逆に言えばそれがなかったらその寂しさを紛らわせるために お金を使っちゃうことになるんでですね。そこら辺バランスだと思います。3月で会社を辞め無職です。これからの時代どの業界転職を目指せばいいでしょうか？27歳元営業って書いてるんですけども、2020年に残る仕事残らない仕事は何でしょうっていうのもあったんだけども、えー、そこと似てますね。俺あの一番最初に考えるのは真面目な話ね転職とかあと就職とかで考えるのはもし迷ったり悩んでたりしてるんだったら。 親や親戚に聞けっていう、ね。やっぱりね自分に合った職業っていうのを探しすぎだと思うな自分に合った職業とか自分の才能を活かせる職業とかんだろう自分にぴったりの職業がどっかにあるっていうのはそれはもうシンデレラ症候群とかピーター・パン症候群と同じようなもんで幻想だだと思うんだよね。それは仕事が無限にあって働き手が少なかった時代は成立するんだけども今は違うと思うんだよね。で 親に聞くのが嫌だっていうコメントが今流れたんだけども親に聞くのが嫌な人は嫌でもいいよ。ただ僕は基本的に仕事を今何すればいいだろうっていうふうに本当にぼんやり悩んでるんだったらまず親兄弟、親戚に聞いて自分を働いて欲しいててしとと思ってる人を探すことだよね。何が自分がしたいかじゃなくてどこが自分を必要としてくれてるのかっていう発想の方がはるかに楽だと思う。あと次は近所だよね。 今自分が住んでいる近所で働けっていうふうに僕は思うし学生に言ってるよねあの今自分が住んでるところの500メートル圏内とか1キロ圏内程度で働いた方がいいと僕は思うなんでかっていうと誰もね知らないところでネットで探した仕事でそこに電車に乗って通って働いてもその働いてる自分の姿とかそういうふうなものを見せれる人が仕事の縁しかないじゃん でも、住んでるところの500メートルとか1キロ圏内で働いたら、自分が真面目に働いてれば働いてるほど、その自分が住んでるところでの自己存在のアピールになると思うんだよね。これ、評価経済というのはそういうことでもあると思ってるから、よっぽどの才能とか、よっぽどのコネとか、よっぽどのスキルとかがあれば、それは自分の。 生き方、自分の,あのやりたい仕事とかやるべき仕事を探すのことはできると思うんだけどもそうじゃなくて何か仕事辞めちゃったんだ転職考えてるんだとか何を仕事をすればいいんだろうって思ってる人はまずは俺はえ遅延と欠延だとだ思う。2020年に残る仕事残らない仕事の話になるんだけども残る仕事は。 機械ができない、コンピューターとかロボットができない仕事だから実は牛丼屋の店員とかあと居酒屋の店員っていうのはねなかなかデジタル化できない。いやっぱ注文とかそういうふうなやつはパッドとかでできるんだろうけどもそういう接客っていうのは俺ねまず向こう30年はロボット化っていうのはしんどいと思ってんだ。だからそんなに もし悩むんだっっったたら接客の方方に行っちゃった方がいい今だったらまだギャラは高いからでも仕事が安くてきついうん安くてきついんでいいじゃん安くてきついって思うんだったらば、えー、自分の生活レベルを下げればいいと思うんだけどね。俺自身 自分の生活レベル下げてるもん変な話だけども何年も前からあこっから先はそのバブルの時代とかもそうだし20世紀もそうだったんだけども年収を誇って楽しい生活とか豊かな生活っていうのをするんじゃなくてどれぐらいこのミニマムに生きれるのかっていう方が面白くなるだろうなというふうに思ったからね。今の、ね、日本には、ね、は金がなくてもです、ね、サービスとかですものはああるる程度あるんですね。つまり江戸時代と似てるんですよ。 豊かだけど貧乏だっていうのはですね、今の現在の日本の実態実際の層だと思います。実際のそうというか、実層っていうんですかあの、実態だと思うんですけども、貧乏だけどオタクグッズ買えるし、コピックを全色揃えることはできる。そういう風な貧乏人がいる。つまり、コピックを揃えたり、 えー、オタクグッズをバカ買いできる貧乏人は山のようにいるんですね。フェラーリ貧乏という言葉があってですね。フェラーリ持ってるだけだ。2万円のアパートに住んでますって貧乏人がテレビに出てますけどもですね。<laughs> そういうのも当たり前なんですよ。実は、これ僕のですね、解釈なんでですね、誰にも、話したことないんですけども、今の日本人の95%が貧乏だと思うんですけどね。それは、昭和の終わりから平成の頭ぐらいにかけて、 日本人に中流意識っていうのができてその中流がそこそこ豊かであったんですけどもこの30年間でですねそれがまあまあ崩れてですねでまだ自分は普通だとかですね思っている人も多いと思うんですけども僕を含めて多分ただ貧乏だけども豊かだから気が付いてないだけでですね まあ、俺たちはみんな貧乏なんですね、すでに、えー。会員限定の限定放送を見るのにですね、あの、500円払ってる人はですね、金持ちだから払ってるんじゃないですね。貧乏だけで、豊かだから払ってるだけであってですね。<laughs> 決してですね、私たちは貧乏人をジェット損してるわけではなくてです <laughs> <laughs> 貧乏なが、ゆえに岡田としの番組に500円なんか払ってたまるかっていうですね、豊かさを持ち合わせてない人が外れていくだけであってです <laughs> まあ、ここら辺だと思うんですよつまり何に金を払うのかとかですね、そういうふうなものっていうのは、あんまりですね、貧しさと関係ない時代に僕らはいると。 貧しいんだけど豊かだっていう時代に僕らはいると。で、あんまりですね、えー、これが貧困、これは貧困じゃないっていうのは、いじめとかセクハラと同じように、本人の内面の問題、いわゆる、えー、貧乏だけど平気だったのが子供が貧乏だっていうふうなことで、いじめられると知った瞬間の親の心と同じように解釈次第の問題になってきちゃうんですね。で、みんな貧乏という社会ではどういうことが起こるのかというと、あの、ハッカーと画家っていうですね、 著作がありまアメリカ人のですね、ハッカーの人が書いた、まあ、名著なんですけども、翻訳したものがですね、無料でですね、全文読めるようになってますんでですね、まあ皆さんも探して読んでみてください。そのハッカーという画家の中でですね、いじめがなくならない理由というのが書いてあるんですね。そのいじめがなくならない理由っていうのは、閉じ込められていて逃げ場がない環境、アメリカの いわゆる中学校とかですね、高校みたいなものなんですけど、そういうふうな部分では必ずいじめるっていうのが起こると。なんでかというと、中の人間にあまり差異が見られなかった場合、閉じ込められた人間というのは必ず最下層の人間を見ていじめるようになるっていう、もうこれは別に日本だけでなくて世界中同じなんだなっていうのがよくわかることが書いてあるんですけども、NHK でですね、この女子高生は貧困ですというふうに取り上げると。 でもしかし貧困というのは解釈ではないんですね。で、おまけに NHK の視聴者、NHK を見てる人の95%も貧乏なんですよ。なので、あの番組はどんなことになってしまったのかと、貧乏人に向かって、 はい、これこそ貧乏ですっていうのを放送しちゃったわけです。そうすると、周りの貧乏人は一斉にですね、この、これのどこが貧乏なんだと言うに決まってるんですよ。NHK の人はですね、みんな年収がですね、1000万以上の、もう日本では数少ないエリート層になっちゃったんでですね、貧乏人に向かってこれこそが貧乏ですっていう番組を見せちゃったらですね、それはいじめも起ころうというみたいなんですね。ハッカーと画家に書いてあるように、差異がないサークルの中に、 違うものっていうのを見つけたり、目立たせたりしたら、そこにいじめが発生するのは当たり前であってですね。えー、僕らは全員貧乏であって、豊かな貧乏人だった、なんだっていう認識からスタートしないとしょうがないと思うんですね。NHK の人はいまだに日本には普通の人がいて、豊かな人がいて、そして貧困っていう層がいるって思ってるんですけど、多分そうじゃないですね。もう本当に困ってる、いわゆる困窮している人っていうのはいると思いますよ。でもそうじゃなくて、 貧乏というのは全員当たり前で、その貧乏さをどういうふうに乗り越えるのかっていうのは住んでる都市部とかもしくは友達関係によって生活レベルが変わってきちゃう。具体的に言うと、友達の中でステップバン持ってて、 車自由に使えるやつがいたら、あっという間にショッピングモールとかバンバン行けて、昼間でもお金全然稼がずにそれなりに楽しい生活を送れるんだけども、友達がいなくて、その友達もほとんど車なんか持ってなかったら、すべて歩ける範囲で田舎で暮らしていかなきゃいけないから、これは本当に貧しい生活になっちゃうわけですね。豊かでない生活になっちゃう。豊かさとお金っていうのは必ずしも関係してないところ。で、おまけに全員が、ほぼ日本人の95%が 貧乏だという前提を共有してないところからあの番組の不幸なすれ違いというのは思ったんじゃないのかな豊かで普通の私たちに比べて貧乏で困ってる人がいるよっていうですね取り上げ方自体がとんちん感なんですね僕らはみんな貧乏で困ってないだから貧困じゃないんですよ僕らはもう困る時があってですね困った時に逃げ道が見つからない時はそれが貧困なわけですねでそれがニッチもサッチもいかなくてサラキンどころか闇金まで 手を出しちゃうと困窮という状態になるとですね。貧乏、えー、貧困、困窮ですね。貧乏というのは単なる状態で、これは全員、僕ら全員が貧乏だからあんまり気にしなくていいんですよ。で、それが時によって貧困という気持ちになっちゃう時があるんですね。で、それが困窮という状態になったら、これはもう本当に救いがなくなってきちゃうんですね。えー、貧乏でも平気だったら、まあ、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなとは思います。 就職するのは損。<laughs> 就職するとね、損なんだ。え、ね、お金的にも損だと思う。で、なんでかっていうと、就職っつうのはさ、働いてお金もらってそれで物を買うというループに入るってことなんだよな。でね、それね、効率悪いと思うんだよな。<laughs> 損っていうのは別にあの、損まさしのことではないよ。<laughs> 働いてね、お金もらってそれで物を買うっていうのはね、俺はあの、 なんだろうな、遠回りしてると思うものを手に入れるため。僕らは何か物が欲欲ししいいだだけで、実は金なんか欲しくないんだよな。んんかくよどんなものでも簡単に交換できる手段としてお金っていうのはこの数千年ものすごく便利だからてっきりお金を欲しいと思ってるもしくは今欲しいと思いつかなくても何か欲しいと思った瞬間に手に入れる権利その権利書が欲しいだけなんだ iPod ってあるよね iPod 新品で買うと2万円ぐらいなんだけど iPod を手に入れる6つの方法っていうのをさ自分で書いてみたんだけどさ まあ、iPod を手に入れる6つの方法1つ目新品を低価で買う2つ目ネットで安く買う3つ目中古をネットで買うちょっとずつ違うよね4つ目何かと交換するこれでも手に入るよねで5つ目誰かからもらうあで6つ目誰かから借りる。 実は、iPod を手に入れるだけでもこの6つの選択肢があるんだけども僕らは新品を低価で買うっていうのを最初に発想してそれよりお得な手段として例えばネットで新品を安く買うっていうのを考える。と同時に別に中古でもいいやと思う人は中古をネットで買うっていうところまで考える。でも実はこの新品を低価で買うから一番下の誰かから借りるところまでの選択肢が6つあると分かってたらこの 上よりも下のの方が便利だんでかというと下の方の誰かが借りるとか誰かからもらうっていうのは多分もう既に曲が入ってたりするんだよな。でおまけに使い方を教えてもらったりするし iPod って分かんないだろうけども一番最初分かんないけどこうすればいいよっていうふうに教えてもらったりする。でおまけに誰かから借りる時とかもらう時っていうのはその人と仲良くなったりするチャンスもある。でも金を払って買うだけだったらそういう風なものが一切ないんだ。で働いてさ さっき言った2万円ぐらいするじゃん2万円分働いてで、えー、iPod を買いに行く手間もあるよなで新品買って開封して中からこう箱から取り出したらいっぱいゴミも出るよなでそれで自分であの遊び方学んで遊ぶっていうのを全部やることのこの全ての手間とコストを考えてそれよりは iPod ってさ年から年中新柄とあの新作とかさ似たような機種とか別に iPod じゃなくてもソニーとかいろんなところから出てるわけじゃん 友達に行ったらね、誰か一人ぐらい余ってるような気がするんだよな。<laughs> 2万円稼いで、で、それで買いに行ってなんかするよりは、誰か余ってる人から貸してとか、それちょうだいって言った方が早いんじゃないかなと思う。で、それでも、もしなんかこう、もらってばっかりで気になるんだったら、その人じゃない人に誰、なんかあげたり貸したりすると、この世の中っつうのはなんとなく回っていくものだと思うんだよな。そういうお金を媒介しない。お金っていう回り道を通らない。 物が流れる社会っていうのを考えた方が俺はいいと思うんだ。なんかね、あの、好きなことをするためにお金必要という人いるんだけどさ、それも俺嘘だと思うんだよな。あの、好きなことをするためにお金を稼ぐっていうことは、月曜から金曜まで好きじゃないことするわけだろうで、土日に好きなことするわけだろう。その土日に好きなことって、もう外す、外せないじゃん。月曜から、 なんかこう金曜まで嫌なことをした結果土日好きなことしたらその嫌なことをしてまで貯めた金と時間で土日の時間と何か体験を買ってるわけだから失敗は許されなくなっちゃったんだよな、うん。お友達がいないというコメントが出てるなそうそこがポイントだよなあのなこれも後で話していくんだけどもそのあたりが最終的な話のまとめ方になっていくと思う結論から今言っちゃうとえっ、ー、とな こっから先、友達ががいいななくくててむのは、金があるやつだだ。けになっていくと思うんだこれだけ覚えといてだからどうやって友達というか友達未満のものっていうのを広く作っていくか俺に友達しかはいなくて仲間しかいないよって言ったんだけども仲間でもいいと思うよだからそういうふうなものをいかに作っていくかお俺ら終了のお知らせそれが一番苦手 <laughs> おじゃあ苦手だったらいいよ苦手だったら金稼げばいいから。 世の中は友達を作れないとかそういうのが嫌な人のために金っていうセーフティーネットを用意したんだ金っていいうののはそんんだだけのもんでしかないんだよ今言ったような貸し借りシステムの中で生きられない人のために金っていうのがあるからあのそっちの生き方もいいと思うんだけどな。 あの、SF についての質問とかですね意見とかですね「これ違うよ」っていうのもどんどん書いてください「あの、この岡田斗司夫ゼミ」っていうのは基本的にゼミが本編だとしたらですねそのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね是非ともコメント欄を見てですね参加したりですね自分で質問を書いたりあと質問を見た人で答えられる人はですねちょっと答えてあげてくださいよろしくお願いします。岡田斗司夫の YouTube を見ててくくくれてありがとうございいまます。す。チャンネル登録よよろろしししお願でではは、